はい。お待たせしました。勝手に勝負レース第19弾に続いて、えー、1日復唱生活4番目、4回目か。第4弾いきます。はい。ちょっとね、えー、夜な夜な考えて、えー、たい固めましたよ。今回もね。はい。えー、まあ、一応金曜日、土曜日の京都東京開催で、まあまあ、ボボはだいたい分かったんで大丈夫です。まあ、大した紹介今回しないですけど、頑張りますんで、えー、出走表行きましょう。 はいえー、それでは副賞、えー、生活ですね第4弾ってことで、えー、紹介していきたいと思います、えー、今回もクレースぐらいちょっと、えー、入れました、えー、まず東京朝一今日は東京スタートか今日っていうかあれね今週今週東京スタートですかはいそろそろあれですかね、えー、秋になってきて多分、えー、日の入りの関係で、えー、こっから多分今日とか開催遅くなると思われますわ G1 以外はね はい。ということで、東京からですって、9時55分スタートです。朝起きれるかなはい。とりあえず、ここはもう、今もう一番人気になっちゃってますけど、すいません。えー、ここの副賞候補1投目。神の子ですわ。うん、風の子じゃないです。神の子ですわ。はい。安城戸崎さん。うん、ちょっと因縁の対決なんですけどと、ね、戸崎さんと、今年ね。まあ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 、まあ、新馬戦とか未処理戦とかやっ戸崎さんで構わないと思います東京やったら。はい。 で、えー、神の子、えー、ここ、なんで選んだか、なんでこんな人気するか。まあ、超維持なんですけど、まず、えー、この3句ですね。はい。もうここは地位ですね。もう、もう地位ですわ。はい。母親、ちゃう。すいません。父親。ラーマン・ルーラーですって。読み方おうてんかな。すいません。適当に言いました、今。あれお探しのページは移動されたか。すいません。電波悪すぎます。ごめんなさい。もう一回教えてください。はい、オッケー。はい。神の子。えー、マスクゾローで有名なんですけどね。重所はい。 94124という素晴らしい成績。すいません、またお探しですか。すいません、電波ありです。頑張ってください。電波。はい、OK。で、えー、成績ですけど、えー、東京今何でしたと距離なんか短距離系やったかな今、1006やったっけど、すいません、忘れました距離。はい。で、えー、まあ182000でね、出たと出てるんですけど、うん。で、えー、距離全然追ってないやんってことなんですけど、これヨーヨー見たらね、 はい、えー、実はさっきちらっと紹介したですね、えー、この、えー、急勝のうち過去3年かですね過去3年集計の3、えー、急勝のうち多分ねはい、マスクゾロがほとんど買っちゃってるんで多分データがそのまま出てるだけなんですよあれそうなるとほんならこの、えー、ローマンルーラーで結局、えー、このままこの死亡ぼ自体大したことないんちゃうのって思ったんですけどはい、3区見てみましょう3区一覧へどうぞ えー、マスクズーラ確かにね度外視としてね、えー、サウンドガガベストルーラーはいもうここら辺ね、えー、数少ないね子供たちなんですけどサウンドガガですねこちらもねダート71113ですわうんこれやばいねベストルーラーってダート4勝してますねやっぱりねここのね父親のとこやっぱダートですわ子供走んのうんダートはい でこのちょっと過去3年のね成績、最初にね紹介して申し訳ないんですけど、正直これも度外視としてもね、ダートですわ、とりあえず。うん。とりあえずね、この希少価値な芝場、ダートですも。もうそれ以上ですも。もう言うことないです。で、神の子どうだったんですかって。なぜ最初芝走ったかわからないんですけどね、これ。なんでしばしば使ってね。 結局活躍したのダートですわ。もう2番人気指示されてますし、もうレッドルーラー、ローマンルーラーかもうわかるんでしょうね、皆さん。はい。ここですわ。もう取りこぼしないようにしてください。うん、ちょっとね、今回、えー、と、金量重くなると。戸崎さん悪くないとして、まあ、そうですね。どうでしょうか。うーん。 まあ前走一応新潟線に芝スタート経験してますから、東京戦力の芝スタート問題ないと思いますわ。で、人気示す通りやっぱりこのね、えー、ただ単にほんまにこのロ,ローマンルーラーですか多分これだけでも多分普通に買える人気やと思うんで、買えるというかこの、変、えー、える理由やと思うんで、この図ムね。うん、多分シンプルにそれだけですわ。はい、ローマンルーラーですって。もそれだけです。はい、以上です。飛ぶかな飛ばんどいてほしい。うん。 ちょっとあとね、気がか,かりなヘニーヒューズとかね、パイロとかね、ちょっと私の好きなシボボがおるんですけどね、この東京だといったらね、我慢します。今回はヘニーヒューズ戦六か、ちょっと距離長い気がしますし、はい、すいません、我慢します。はい。で、えー、次行きましょうか。次は、この次確か、えー、時間的に京都一列ですね。はい、10時10分からです。えー、ここ、えー、圧倒的人気の南村ラのですね、えー。南村ビクターの、えー、妹さんがいるわけなんですけど、はい。 前走多分ね、不良馬は、両、えー、大間場でしたっけ足抜きをすぎて多分負けたと思うんですけどね。はい。まあ、両馬場で、また一辺、ね。オッズ示す通おり、まあ、強い馬なんで、もともと。はい。ま負、あ、けるかもしれないんですけど、えー、これを抑えて特注馬、グッドキャストで、ちょっとここだけ勝負しますわ。うん。で、 えー、もうここも毎回言ってます。もう大体京都のね、未勝利先生2004だと。毎回言ってますわ、これ。ずっと言ってますでしょう。ヘニーヒューズですね。で、ヘニーヒューズね、えー、ティカルとかもおったんですけど、ティカルちょっと人気ですぎやし。まあこれが夜中のうずだからちょっとわからないんですけど。 えー、富田克樹さん、減量騎士やしいと思ってね、距離短縮で面白いかなと思ったんですけど、ただね、えー、前走のね、えー、まあ逃げて7着、ね、これが1000になったら、円んちゃうのってね、距離短縮、10004か ?10004 やったっけ ?10004 かはい。ニハロン短縮ですか円んちゃうのってことなんですけど、えー、前走の結果方見ててもね、そんなね、スプリント向きっていうかね、短距離系の走りしないですね。ゆっくり走って、なんと最下位と。 なんだこれはと思ったらですね。はい、1000メートル1分5秒で通過してるんですけど、えー、それでも7着ですわ。最下位ですわ。うん。あかんねこれこれで2番人気次変えますかって俺無理やわ。ノーやわ。俺はノーやわ、それは。うん。で、これ多分ね、明日ね、人気落ち着くとは思うんですけど、うん、ちょっと気持ち悪いなっただ、それでもこんだけ単車をブッチされるってことは多分誰かプロかなんかが凍ってるんかなと思ってるんですけどね。ちょっと気持ち悪いんですよね。なんでですかね。やっぱ距離短縮がでかいんですかね。 副賞も売れてるるんで、ね、ある程度ちょっとびっくりですね。うん。この人気で距離短縮でこのティカル買うんやったら個人的にもう外してもいいからグッドキャストですわ。うん、副賞。ねこの1.3倍のティカル、えー、言うたらもう80%倍以上の副賞を見込みがないとい無理なわけでしょ、期待値的に。それやったら副賞この3割ちょいでいけるグッドキャストのが、えー、期待してに上やと思ってます。はい。こちらのヘニーフーズ。はい。 えー、こちら前走、えー、新馬戦ですけど、まあ、えー、不良棒ですね。で、7着。はい。度外視ですわ。で、えー、度外視の理由としてね。ヘニーヒュ、えーズ3区、調べました、えー。まだね、数少ないデータなんですけど。はい。えー、気象価値なんですけどね、ま、だデータ的に。ただですね、えー、もう、先週、先々週、も台風、ね、大雨のおかげでね、データ、ある程度取れましたわ。はい。ね。 大雨の中、なんと不良ババは02013。もうほぼ柱みたいですわ、これ。も出てますわ。はい。雨。多分み、オンババでね、こなせんのに、不良ババでこなせんってことは、多分ね、びちゃびちゃあかんでしょうね。はい。それだけです。逆に、パンパンな両方ならね、こんだけ成績いいんで。はい。前走のね、土砂降り度外視としたらね、今回、甲いやと思ってますわ。うん。 やっぱりシンバ、えー、ミスターとしてもね、未勝利までまだ見限れん3区なんでね。これ多分1回リベンジで成功したらも確かおったと思うんで。はい。まあ、阪神より京都は向かないっていうのを言うてますけど。はい。ここも逆の逆をつけましょう。はい。いいと思いますよ。この人気でしょ。明日人気出るんかなこれ。明日これもしかしてティカルより人気出たらうははなるけどね。 いいいと思いますで、えー、京都専用芝スタートでね芝長く走れる、えー、外有利やよって一般的に言いますけど新場未勝利は毎回言ってますはいち下ろすなく回ったまがそのまま食いますわはい普通ですこれ超意地ですうんちょっとやっぱねそこら辺条件性になってくるとね芝長めのが、えー、有利外枠有利ってよく言うんですけどやっぱ未勝利戦とかやっぱそのままね芝関係ないやつはロスなく打ち回ったまがそのまま、えー、突っ込んでくるケース結構あります はい。この人気なら買いでしょう。明日ちょっとどうなってか分かりませんけど、頑張ってください。うん。はい。続いてですね。えーっと、確か、とすいません。ちょっと6レースのチャット4レースあんは覚えてないです。東京に至りました。あ、ないですね。ごめんなさい。京都に行かな。すいません。そのまま京都にレース行きます。はい。1000、1040、ちゃうわ。10時40分。何が 1040? はい。 え、こちらももう人気出てますね。し内か。えー、シグナライズを抑えて、このフランケルルンクのルメッチャンを抑えて、こちらで行きましょうかね、副賞。えー、スターリーステージ。はい。ディープかけるスターアイル。もう有名ですね。はい。もうこれは覚えておいてください。ミッキーアイルのとこですわ。はい。了解です。ありがとうございました。うん。ここね、音しさんのとこちょ,ちょうど、ちょうどですね。9車も、9車じゃなく、超9車もちょうど。はい。で、えー、デムちゃん。C デムですがはい。OK でしょ。 シエデムさん、オッケーでしょう。もう、前走前前奏、そしつつありますし。で、えー、っと、えー、今回、アメフランと回復したババが、えー、またね、打ち立ち、結構有利に使えるババなっとるし、えー、もう、ね、前目つけて、今日と今、後ろからぶっ刺して、なかなか届かんケースあるんで、はい、そうなってきたら、未勝利戦なら前々でしょうね。うちら、うるすなく前々。はい、打、え、ち、ー、回りらしいですけどね、悪くないと思います。 シーデムちゃんね。えー、っと、一応、ベルーガでね、えー、お世話になったんですけど、えー、デムちゃん、やっぱりね、買うなら、ここ、西、かつ、京都ですわ。うん。中山で強いのはある程度知っててるんですけどね、東京も悪くないんですけど、やっぱりここですね、なんと言っても。京都が、あほほど強い。うん、わかりました、もう。はい。もう、サングレーダーでね、来日早々買ってありがとうございますって言った瞬間、やっぱ、確証しました、これ。うん。もう、 京都。京都。とりあえず京都で買うとけ。はい。まあ、過剰人気するんですけどね、結局ね。はい。買いましょう。はい。えー、京都。えー、CDM ちゃんでね、どっかシレー絞ろうと思って、やっぱスタリーステージだけですかね。あとちょっとね、人気とちょっと、えー、考えると期待してきにあとちょっと、えー、結構厳しい馬多かったんで、過剰人気ね。 それ考えると2番人気3.0倍。副賞買うならスターリーステージが一番美味しいかなと思ってます。ちょっと副賞も安いんですけどね。ああ、1番人気あってんが副賞。バレたか。やっぱここ買うよな、みんな。わかっとるな、みんな。みんなわかっとるわ。夜中で買う方ってやっぱプロが多いんでね。うん。どこその買い物とか多いんでね。やっぱ分かっとるわ。明日ちょっともうちょっと落ち着いてください、オッズ。そうか甘いな 甘いな。甘いぞ、これは。非常に甘いぞ、これ。はい、すいません。これで3レース終わりかな。次4レース目行きましょう。あとどこでしたっけすいません。あー、ここですね。えーと、ここ行ってんかなここ行っていいんかな ?1、2、3、行った後3レースか。はい。4レース目、ここですね。はい。東京2歳新馬戦ですって。で品馬限定。こちら誰打ちましたっけ私。あ、オープンマインドが対抗。あ、そっか。チャオもあったんか。はい。オープンマインド。 で、いいかなと思ったんですけど、太鼓止まりにしてますわ。え、オープンマインド、藤沢さんとこね、シンバさん強い、強い藤沢さんとこ。はい。ロードカナラさんいいと思いますけどね。うん、コテルでもいいかな、思ったんですけど、もう一応ちょっとおったんで、えー、こちらはちょっと馬券的には買おうかなと思ってる前にしてます。はい。ロードカナラね、もう毎回入れてますわ。はい。もう、やばい。もうやばい。もうめちゃくちゃ強いわ、これ。さらにメキメキと頭角をらしてるわ。すごいで、これ。 やばいですわ、これ。やばい。えーね、1002より1004、1006向きと。はい。わかりました。東京線を0 0 4なら OK でしょうね。副勝率53%。すごい。で、まあ、どこでも走るよって言ってたんですけど、えーね、東京でも走れますと。はい。悪くないと思います。まだまだこれからデータ出てくるんでね。これからですわ、データ収集するのね。はい。えー、新馬戦。まあ、500万。500万も強いね。すごい。 重症でちょっとやっぱもうね、やっぱちょっと重症はちょっとやっぱもうちょっとワンクッションかかるみたいですね。はい。もう、両、ババほぼほぼ OK なんで、まあ、マやもが一番いいんですけど、もう、もう、まあ、これでいいんですけど、うん。まあ、ちょっとね、万が一安情しみってるんで、もしかして万が一あったらイえなぁと思って、まあ、ロードカナラでもいいんですけど、ちょっとこれ単調すぎるかなぁと思って、うん。 ちょっとね、ひめくれてこっちにしましたね。はい。ちょっと20オール打っちゃってますけど、はい。ちょっと星マークに戻しましょうか。はい。えー、ペイフォワードでちょっとここ勝負したいと思います。もうオープンマインドでいいかなと思ったんですけど。うん。ちょっとね、さっき言っとくと外枠がね、ちょっと今やっぱ東京ね、こちらも、えー、バばバ回復してね、やっぱりどうしてもうちが有利になってるんで、あんまり外枠しかも新馬戦で帰ってこないんですけど、ちょっとそれでも応援したいなと思って、ペイフォワードいきます。はい。 こちら、えー、まずですね、ディープ、インパクトサンク。これは OK なんですけど。はい。母、父、ストームキャットですね。もうここですね。うん。ディープかけるストームキャットも調べてください。もうすぐ出てきますわ。キズナとかラキシスとかサトナラジンとかでしょ。わかってます。了解です。もうここの、ディープかけるストームキャットのなんかその、なんか黄金配合とか、ここら辺の下り、サイト見てください。はい。 もう黄金ケットらしいですわ。はい、了解です。で、この人気なんで買おうかなと思ったんですけど。で、えー、まあ、ディープ×ストームキャット、えー、適正やっぱ1004から1006ぐらいがやっぱベストなんで、ね、ちょっとラッキーシスだけちょっとやっぱ、えー、ちょっと特別やったんで、ね、やっぱサトナラ人、アユさんとか見てると、やっぱり1006ぐらいがベストかなと思ってます。まあ、今回1 0 0なんですけど、1 0 0も全然しません。やったら OK やと思ってますわ。うん。で、ここ、えー、ちょっと、 珍しししく紹介しましょう調教師あんまりこの方紹介してないんですけど斉藤さんですねうん斉藤さんねえー、まあ最近ずっとね堀さんとか中落寿さんとかねあるいは藤沢さんとかね有名なとこしか言うてないんですけど斉藤さん多分あんまりそこまで思いっきり夢じゃないと思ってるんですけどうんでこの方ね え確かに、えー、パッとしないんですけど、パッとしないで失礼ですけど、えー、この方実はね、たらね、シンバ戦、2歳戦ね、やっぱ強いんですよね。こう結構、えー、隠れ、穴隠れがちっていうかね、はい、結構マイナーなデータなんで、えー、もし、えー、頭ない方覚えといた方がいいかもしれません。2歳のシンバ未勝利等々はまだ強いん、ね、で、ちょっとやっぱね、 上のクラスになってくるとしんどいんで、まあ、装熟仕上げって言いますかね。はい。そんな感じです。まだ、堀さんとか中内田さんとかね、藤沢さんよりマイナーやし、人気、そこまでやっぱ今回みたいに出ないんで、ディープかけるストームキャットルすら出ないんで、うん。美味しいと思います。はい。ちなみに、斉藤さんって重症なんかあったんですか最近。なんかあんま見てない。あー、トーキングドラムか。結構マイナーなんで買ったな。そりゃ、斉藤さんやったんか。うわ。フランジェリコやって。ヌーボレコルドぐらいもね、多分有名やったん。 うん。クリスマス。ゴスホーク券とか懐かしいな。ああ、サンツェッペリンか最初。すいません。わかりました。了解です。ああ、そう考えたとやっぱりあれですね。マイナーですね。うん。ヌーボレコルとか。なるほど。ヌーボレコルとか。あん時か。ああ、はははやん、これ、うん。はい。今年11%。えー、例年よりみたいです。頑張ってください。はい。ここはもうディープかけるストームキャット。斉藤さんってことで頑張ってください。 ううん、うん、うん、いけると思うけどあかんのかな。で、ここ。えー、っと、ちなみに長期見ときましょうか。悪くない動きしますね。新ンの割に。はい、OK ですね。ちなみにオープンマインドどうですかオープンマインドさんはあーオープンマインドさんより島はいいんでまあいいんちゃいます。まあ長教すべてちゃいますけど。了解です。ありがとうございました。はい。で、えー、っと、5レース目が、 えー、こちらもほぼ割愛しますね。えー、ストラインパクト、素直に副賞買おときます。はい。これはもう、えー、前回、前回っていうか勝手に勝負レース見といてください。はい。OK でしょう。で、えー、っと、あと6レース、最後がこちらですね。百花草特別でしたっけ、名前。はい。 こちらね、えー、ルージバックでしたっけとうとう。結構、えー、この後、後に、えー、化ける馬が、なんか多そうなレースやった気がするんで、結構有名ですね。この2000メートル、東京ね、500万。うん。で、この中で選んぼうと思ってね、どれ選びましょうかと思って、ハット立てですけど。はい。えー、ディロスでいきますは、はい。この、シルバンシャーですかディープかけるアゼリ。えーっと、あの馬ですね。えー、サトンダイヤモンドと対決したロイカワードですね。多分そこの、 えー、兄弟と思います確か、ハゼリってね。はい。で、池江さんとこってことで、人気は出ますわね。はい。前奏も一番人気。うん。やっぱ素質あるんでしょうね。1.3倍で、普通にやっさり買っちゃってるんですけど、まあ、このままでいいかなと思ったんですけど。うん。ちょっとね、この舞台、東京2000なんてまあ、成功到底ってよく言いますけど、もしここ、ね、新番上がりなんでね、まあ、ね。もしここね、えー 輸送でカルチャーショック等々あった場合うんこの東京2000のね庭でねもしチャンスあれったらディロスかなと思ってますわまあ副賞やからほぼほぼ当たりそうな気はするんですけど単焦で考えたらディロスの方がいいんかな単焦でもディロスの方がいいかなと思ってますここねはいあんちょ戸崎さんですけどまあ、えー、毎回言ってます重症じゃ調子悪いですけど、まあ、まあこのクラスぐらいだったら戸崎さん肯定でしょうってことでうん で、えー、このままこそね、え、今までずっとね、遠征ばっかりやったんで、函館で買って、次ね、逆に西のとこ、えー、西って、このオープンクラス2着、よく頑張ったと思いますわ、輸送込みでね。うん。これはナイスファイトだと思う。うん。ババも持ってなかったしね。はいよく頑張りました。はい。ワグネリアンが強すぎたんでしょうね。はい。うん。それ以下、クレノクーニング等々を抑えての2着なんで、まあまあ、これはあっぱれでしょうね。はい。今回、 えー、東京2000ね、輸送なしのここやったらチャンスやと思いますわ。はい。うん、オッ OK でしょ。ステゴステゴ今日ちょこちょこ東京のやっぱね、2000ぐらいの距離やったら来るんでね、まあまあ、うん、いいと思いますよ。うん、チャンスでしょうね。庭、庭を考えると。で、えー、他の人気どうでしょう台湾メモリこれも新ばかりはしみちすでしょで、4番人気誰ギャンブラーでしょギャンブラーも新ばかりでしょ で、ナスのシンフォニーもシンバーガリでしょ。他の人気馬が全部シンバーガリなんで、それ考えると全然副賞で入る余地あるし、ハット立てやから3着でもいいんですもんね。うん。で、まあ、シルバンシャーですら、シンバーガリやし、えー、っと、ここ、えー、輸送もあると。で、まあ、スターフィールドぐらいですかちょっと気持ち悪い。えー、未勝利買った後、 なんただねこの中山オープン経験あるのはいいんですけどちょっとこのレースもね 1000m1 分3 0かかって後半上がり勝負でちょっとねちょっとなんか内容大したことないレースやったんでうん7番人気ねおいしいオッズですよってことなんですけど7番人気こんだけ人気1000円ってことはやっぱ馬が大したことなかったんでしょうねうんある程度オッズもやっぱり、ね、見とかんとねうん。 おいしいってだけじゃなくてこんだけ人気せんのはやっぱなんかねマイナスポイントがありすぎるんやってことなんで、はい、仕上がり悪いのかちょっと分からないですけどねはいそれ考えるところにはあーちょっとここあれやね現実馬券でもなんかこのディロス単勝にブッチしたくなってきたねもうちょっと明日人気出るかなうん副賞も1.2ぐらいあるんかなさすがにあー副賞1番人気かすいませんこんだけ説明して超意地でしたがすいませんそうか やった短所かなどうでしょういやーでもこのま,まだけですねオープン経験して、えーね、違う舞台全部経験してで今回逆に2話とうん相手シンバりばっかりやしねオープン経験して、えー、輸送等々経験して2羽今回もうチャンスでしょうねディロスですねここはい揺るがないですということで以上6等でいきます はい副賞、えー、生活第4弾はまあまあ結構人気通り買ってますけどまあまあすいませんご許しくださいはい、えー、C っていうならこん中で一番人気なさそうなのが多分東京ゴレースの p a y ォ o ー w a r d ぐらいですかねあとはまあまあ人気出てもてるんでもうすいませんなんですけどはいえとお城こがどんだけ増えるんでしょうかね今回ねうんそろそろ硬い決着でもいいからプラス欲しいですねはいとりあえずね えー、頑張って。俺頑張って。ちょっと徐々に最近ね、えー、ようやく調子戻ってきたんで、頑張って。人気馬やから思んないって言うけどね。人気馬から馬券絡めてこそ何ぼやで。人気馬二動決着でもね、残り一頭ね、100倍とかの突っ込んできたらちゃんと三連符一枚突くんやから。頑張って。あしんど。ちょっとね、副賞の兆し見えてきたんで、うん。 頑張ります。よろしくお願いします。これからもね。はい。まあ、今回ちょっと大した、えー、ね穴馬おらかったんで、ちょっとすいませんですけど。はい。えぇ、ー、副賞生活の方は以上で終わります。これ来週大変な。事前調査の時に何、何アルゼンチン、都、勝手に勝負レースと副賞生活4個も結果放送しなかった。これ大変や。はは。はい。ということで以上で終わります。ご清聴ありがとうございました。